時刻は十五時を回りました。お世話になっております市民の後輩ですのお時間となりました。えー、本日は六月の二十九日、えー、収録を行っております。はい。はい、えー。山内さんも七月ですね。これが流れる時は本当ですね。七月早いですね。早<い>半年経過ですよ。二千二十三年。だからね。何やったかなってもう半年の記憶ないですけどね僕は。<laughs> そうですね。なんか。 1>, 1年の目標最初立てると思うんですけど、うん、上半期下半期とかって分けたりしますいやー僕は分けないですね分けないですか、うん、じゃ特になんか今年立てた目標みたいなのとかあったりしました2023年あったけど全然やってない <laughs> <laughs> 俺,俺はあったけど忘れた 何を目標に達えて,てたかなっていう。うう今パッと出てこないですよね。出てこないくせに降るなって感じなんですけど。本当ですね。<laughs> <laughs> びっくりしたけど、ま。今日収録なんですけど、またまたまね、二十九日のまあ十四時から収録開始なんですけど、その前の番組に出ていた二人をちょっとゲストで呼んでるんですけど。うん、はいはいはい。じゃあ自己紹介お願いします。早速はいはい。はい二、はいはい、時からあそです一時から二時目で悩めるままのカラス揚げをしております。 DJ かな子です dj いらな <laughs> やばいいこれ cm1 タイミング逃すぞやばいな <laughs> 行きづらい次,次行きづらい。 えっとねめるママから騒ぎのえっと最近7パー以下もう受け付けないかりんですよろしくお願いしますどういうことですかストロングってことねお酒のあるところで7パー以上しか飲まないってことなんですねよろしくお願いしますよろしくお願いします大丈夫かな大丈夫ですねまあ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 大丈夫ですね毎週この調子で番組やってるのであそうですねはいはいそうです今日いきなりなんですけどゲスト はい、いただいてありがとうございます。ますじゃこの後とえ十六時までえ収録で、はい、はい、収録でお送りしたいと思います。はい、えこの番組の提供は三協同税理士法人。 の提供でおお送りりしておりますはいぜひ皆さんあの今日は収録なのでツイキャスがやってないんですけども YouTube はアップしておりますのでそちらからもチェックしてください、はい、そして、えー、番組のですね感想などなどご意見などなどはメールで受け付けますので、うん、メールアドレス 797-FMGINONE.com までよろしくお願いしますはいじゃあ一旦 CM お願いいたします、はい 困ったな相続って何から手をつけたらいいかわからないその悩み相続のプロが解決いたします例えば相続前に税理士に依頼することで実際に1000万円以上節税できたケースもまずは一度相談してみようかな相談するなら「三共同相続相談センター」にお任せください電話番号「0 1 2 0ロ0 2 3ゼ1 0 0今なら初回相談無料人生をもっと豊かに時間をもっと素敵に 長浜モーターは冒険という名の豊かさを空間を車に乗せてお届けします。せーの、三三三ワンハウス防音建築お家のことならお任せあれ。私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは零九八九八八五三二号まで三三三。サンサンサン

天間から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サンフティンおかげさまで20周年これからも地域と共に歩みます 困ったな、相続って何から手をつけたらいいかわからないそのの悩み、相続のプロが解決いたします。例えば相続前に税理士に依頼することで実際に1000万円以上節税できたケースもまずは一度相談してみようかな相談するなら3共同相続相談センターにお任せください電話番号、0120-023-100。今なら初回相談無料。お世話になっております市民の後輩です えー、今日も急遽、まあ収録なんですけど急遽ゲストに来ていただいております。はいえー、なんだだっ,っけ、おあなだだ、ななめるママ、ま、のから騒ぎのかなこさんとかりんさん。はい、はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきなんか真面目にしてるって言ってたんですけど、二人、うん、どんな感じでやってるんですか。<laughs> 結構砕けてやってるつもりなんですけど僕も。だからなめるママのから騒ぎかなこです。うん。 名前を言わないよね、もうなんか、な、何かぼ、ボケちゃうよね、なんで。そうね。だいたいキャサリン。キャサリン。キャサリンを使うむ。今日真面目にね、名前名乗って。今日だけだよね、真面目に。だけかな。名前言ったのね、名前覚えてもらう気ないんだろうね、きっと。そうだろうね。本人が言ってるんだったら、そうだろうね。今日どんな話したの?。ごめんね、聞いてなかったけど。な無駄な話。まず聞いたことないですよね。 聞いたことあうん、あるよああるんですか両様もね、意外と聞いてくれてるんでそうそうでもね、あの結構忘れるタイプだから俺過去を忘れるタイプだからね全然覚えてない2人もじゃないさっき話したことあんま覚えてますよなんだろうね何話したかなでも、午前中の授業参観そう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 いえばね、かなこさんと授業参観で会ったのにそのことすら忘れてたからねやばいね <laughs> 本当今ここで会ったらなん,か <laughs> なんか「おお!」みたいなそういえばあったなと思って <laughs>、うん、事業参観で会ったやと思ってね。そうです の話とかあとなんかイベント告知とかまあでもあの結構最初の20分30分ぐらいその授業参観の話終わったよね終わった終わった授業参観中に手を挙げてこうなんかディスカッションじゃなくってテストをするっていうテストの日があって何を見ていいんだろうって行ったんだけど。 まあやっぱりね元妻もそこにいるわけで、だから授業を参観してたっていうよりも昨日長女とこの元妻が喧嘩した内容を元妻からあの聞かされたっていう、だからほぼほぼ事業は見ていなかったね。昨日さみたいな話から、あそっか大変ですね。いつもありがとうございます。いい関係性、いい関係性、そういうのすごい気になるよねなんかめっちゃ大変みたいな。昨日もこれっ喧嘩してさみたいな。 伯父と,、ね、とよくバチバチで喧嘩してるらしくて、うんうんえー。でもなんかいいですね。そういう相談できる人がいるってね。あれ, <laughs> あれどうしたのち？ちょっと寂しいの？何が何が寂しくなんかないよ。<laughs> 泣いてなんかないからいかい。毎日飲んでなんかいない。<laughs> 飲んでなんかいない。現実逃避じゃない。<laughs> いやすごいいい関係するんですよね。まあいつも。 そうですね、別れて、別れてからはもう感謝しかないですよ。そう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 、一緒にいたら喧嘩するかもしれないですけどね。離れてたら喧嘩する理由がないですからね。確かに。そうですね。そうでもない。あ、私別れてないんです。別れてない。そうか。能はみんな別れてるから、そんな感じするよね。なんかみんなね。そう。最初俺も。 かなこさんはもう本当に一人だと思ってたからでびっくりした。ワンオペはワンオペなんですよ。でも単身赴任みたいな形で今いないっていうだけ。ああそうなんですね。単身赴任してるんですね。旦那さんは。はい。え県外に。県外です。北海道です。ああ北海道。そう。もう北海道って海外より遠いもんね。台湾より遠いです。確かに確かにね。遠い遠い遠い。本当で中国とか韓国行く方が近いっしょ。多分北海道行くよりも北海道直通ないっすよね。 何ですか沖縄から特殊はありましたよ。千歳はありますね。一便ぐらい。北海道か大変だな。確かに聞き来大変だね。行き来。あん、そうだね。近いのにうんって今めっちゃ寄りましたけど。滑舌な。今日なんか私滑舌悪い今日どっちも聞こえないあれだね。本当どっちも聞こえないわもうやばいね。大丈夫だったのさっき。 さっき放送大丈夫だったんのか。神々でん。そうね。神々でん。三十分番組、一時間、一時間やってますね。なりました。ハムハム言ってた。ハム。ハムハムがないハムがない人みたいな。なんかね、えっと大阪かどっかにそうなんですよ。あの私のそ歯磨き専門店。そうそう歯磨きパブみたいな歯磨き専門店はね、クリーンだよみたいな。先ほどのところ。 あ、酒飲むところってこといや分からないんですけど、昨日私ライブ配信っていうのもやってるんですけど、普段その中でリスナーさんがなんか夜酔っ払ってでどこ行くのって言ったら歯磨きパブに行く。ええ、歯磨いてもらうの？じゃ歯磨いてもらうって言って膝枕だぜみたいな。あいいね。気持ち悪いって言って。気持ち悪がってるんですけど、も歯磨く。 子供の時に親がブラッシングしてあげる時以外言ってもうずっと自分でしかやらないもんね、うんうん、どんな感じなあでも歯医者さんではやるか歯医者さんではやるけど歯医,る歯医者さんはほら怖いよ、ね、あくまで事務的だから多分パブだからそこに何か乗っかりますよね そうだからさ、ヘアマなのかもしれないし、もう照明がピンクかもしれないし、ミニスカかもしれないしね。時間何分でいくらなのって聞いたらもう酔っ払っていかどっか行っちゃって。それを歯磨きパブっていうのをハムハムって言えなくて。歓唱ってね、そうハムハムみたいな。耳掃除はね、あのされたくて自分、自分やるの好きなんですよ。娘の耳掃除よくやるんですけど。 でも自分のって見えない状態でやるから歯磨きとはちょっと違うじゃないですか。歯磨きってんか全部鏡見ながらできるけど耳かき耳掃除ってね自分で見ながらできないからイメージしながらここにこいつがいるなみたいな感じでしかやらないんだけど一回このイヤエステっていうところに行ったんだけどんか耳の中を掃除するみたいなでもあんまりこう俺が気持ちよかったではあるんだけどごっそりこう。 掃除してくれるんかなと思った。一応まあ表面のちょっと泡やってなんかこの辺をスッキリさせるみたいな。まあ少し耳かきもやるんだけど、俺的なもうゴソリ抜けるのかなって,ってやってほしいよね。期待する。期待する。うん、私離婚する前すごい病んでる時、うん、ずっと見てた。うん、あの耳かき動画。そう。なんか。 これのやつでしょ。もうぐっすりなの。もうなんなら蓋閉まってるみたいな感じ。いやもう貝の汚くないの。本当に汚いだから多分海外でそういう耳かきの文化とかないところのやつかもしれないし、あれを多分この先端にカメラついてるやつで、もうそれこそ泡でまず柔らかくして、もうすっごいの。えわ。もうぐっすりいくからもう気持ちくって。えこれ見たら気持ち悪いんじゃないの？って思うでしょ。一回見てみて。オッケー。 本当に一回見てみてめっちゃキモいけどめちゃめちゃう。ええでもなんか気持ちわかる気がする。俺もうん。え自分のだったらわかるけど人のだよ。いやだからずっと見るよ。人のとま自分も娘のやってるけど別に娘だからやりたいわけじゃなくて他の人とも耳掃除してってたらやりたくなる。ええマジ。でもでもあのネチョネチョ系は好きじゃない。わかるわかる。おらが嫌ですよねだから。そう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 。だからちょっと乾燥してる人の耳はいいかな。えその耳かき動画は乾燥。

次女もしょっちゅうパーパー耳掃除してって来るんだけど、うん、なんか簡単にやっちゃうよね、うん、うやって向こうが満足したら終わりかなみたいな <laughs> でも長女の場合は俺が満足するまでやりたいわけよ乾燥 <laughs>、えー、系なんで耳の穴もさほんと子供によって違うよね、うんうん、やりやすいこと細い子太い子、うん、奥まであることすっごい全然違うよねうん、うん、なんか人種によって黒人系は結構ねっちょりらしいよ、うん、しっとり,りらしい耳の中

あれの脱毛みたいなのからさっきやった切るよりもなんかそこからやりたいよね、うん、脱毛なんかあのなんだっ,たっけ、うん、引っ張るやつそう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 ,そう,そうなんか鼻毛ゴスゴのやつがあるじゃんあんな感じで耳の中をバリって取ってっっ気持ちよさそうだね。<laughs> そういうイベントをしてあげたらどうでしょうか。来なかったやばいんですよね。いいなと思って。でもそれをみんなで見てるとう結構コアだよ。コアな人しか。本当そうだね。もう全部癖になっちゃうなっちゃうかもしれない。ま山本さん見てたの？見ようしたけど、もうあのサムネだけでもう無理だなっていう。ああ、そうですね。結構黒いと思う。だけど松井さんは。 多分、うん、もう、あの、癖になっちゃう。今、今見ない子。今見たら、もう、二人喋ってて、二人喋っててみたいな、ゲストに任せて。だからね。俺も。おじいとこで、止まっちゃダメですよ。もう、ただの汚い、だから。あれ、結汚い、だから。でも、その、この時点で汚かったんだよ。でも、それを頑張って、ごっそり行くまでしたら。ええ、うん、ごっそりまでしたら、もう。とりこです。うん。 じゃあ見てみます。いやばい今日ちょっと綱引きの話、大山の綱引きの話もしたいなって思ってたけど、この流れは綱引きに持っていかない。綱引きましょう。聞けたい綱引き聞きましょう。うん。そうそう。今年からもう結構ね、あのコロナ明けで多分綱引きもいろんな地域で再開。多分四年ぶり再開とかするかもしれないんですけど、最い見たことあります？二人は。ないんです。県外ですよね、二人。はい。 ヨナバルでした。大きいやつですよね。ヨナバルは大きい。ヨナバル大きい。ナハもあるし、結構でも知ってるトラックでぶ運んでませんでした。そのつなを。そう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 。あれ人で運べないもん。ナハの綱とか。でかくて。川もむちゃくちゃだからね。あ、確かに。しかもあんまり勝ち負け関係なくないから。ただ綱引きっていうものをつなを使ってお祭りをしてるっていう感じ。 なんか見た感じはでもあの地元のやつは面白いですよねその那覇のやつはねもう一大イベントみたいになってるけど地域のやつは面白いですよ地域のやつは結構もうみんなこの勝ち負けにこだわってやるんで<ー>面白いですよだから中城あたりとかも西原とか<ー>あのあたりの宜野湾の宜野湾もやってますよね、うん、やってますやってますうん、うん、あっちも夜とか夕方から夜かなギノワンは夕方からじゃなかったですかね、うん、あっちは5年に1回だったけど、えー、その5年が えっとちょうど開催の時がコロナに当たってて開催してなくて、うん、多分それからまた開けてからやるのかな開けてやるのかわかんないですけどいいですよなんかね大山も,もうそうだけど、はいうん、こうなんていうのなんていう本当に村祭りみたいなね、うん、雰囲気がとってもいいんですよえ次の開催が今年なんですか大山今年8月の6日予定してて、えー、8月の6日日曜日、えーえー、でも今こう見てるんですけどかりんさんはいけないですよ JC の授業が重なってる日です獅子三昧のだから僕も綱引きとあ綱引き綱引き自体が多分5時ぐらいにやるんでそしたら JC の授業終わってから行けるも夕方でしたっけ夕方です大山は今までだから3時から道順ュ始めてああ道順ュもやったんだ5時ぐらいに大山小学校に到着してで5時からギエやって綱引きやってっていうの流れだったんだけどもう今人数が少なくてもうちょっと道順ュができるような状態じゃないので もう初めから大山小学校で前日の土曜日も綱作りしてでそのまま綱を置いた状態で日曜日はまあ人と旗頭だけでスネーうん、うん、スネーしてっていうの感じでやるのかな。道ジュネーたのエイサーのやつですよね。そうそうそう。ねうん、練り歩きすることをスネーっていうわけ。スネ。うん練り歩きだからエイサーも道ジュネー、ツナ、うん、も道ジュネー。ああなるほど,るほどスネー練り歩き。うん、エイサーやるわけではなくてなんか。 金とかね、鳴らしながら、旗頭をこう持って縁起物だったり、あ役除けだったりするんでこういうのって全部、あの文化がなのでこう地域を練り歩くことでこの縁起を、服を呼んで役を払うっていうようなだからこの地域を回るっていうような面白いですよいいそうそう、大山の見に来てください面白いですよあの、迫力ありすぎて綱引きがメインじゃないんですよ、大山の場合大山大綱引きって言ってるんですけど その前にやる上げていう勝負があって、はい、ああありましたね。うんうん。綱をえっと六尺棒で高く上に上げて、一、はい、つの綱片方1.5トンあるんですよ。えー、で、だから両方合わせて3トンになるんですけど、トン？えー、うん。<ン> <laughs> どういうこと？でその綱をみんなが上に持ち上げ高く持ち上げて上空でぶつけ合うんですよ。ええー、<で>すご先に落ちた方の負けぶつけて。 だからルール的には相撲と一緒ですねへぇ、うんえー、土俵のないだからさ相手のものを落とすっていう勝負、えー、どこでどこでこれ大山小学校で,で,で小学校でグラウンドでやるでグラウンドでやれますよへぇ、えーすごい誰が出るんですか参加参加したい基本的には大山区民の方がの多いで全然別にゲストとかも来てもいいんだけど、えー、もう参加できるんだけど来たいとこね そうだね。いや多分ね。注射を取る。女子だね。注射でも女性の方は前にうん前には入れこの高い部分には入れない子供も結構危険であの腰の方に折った人とかもいるから繋が落ちてきてで飛んだもんねで何年か前に軍人さんがアメリカの軍人さんが見に来てて七八名ぐらい来てて身長大きいからこの 上上げげっていうのががより高く上げた方が有利になるる、うん、要は上かかららら乗せれだから身長高い人結構前に行くわけ前衛に行くんだけど軍人さんが見に来ててからお,お前たち俺なんかチーム入れみたいな、うん、って言ってまあ一方の方に入ったんですよ。うん、で身長も大きいまあね軍人さんだからおそらく根性もあるだろうと。うんうん あの怖がらないだろうっていうような計算で入っていったんだけど高く上げて落ちそうになってきたら一番最初に逃げていってやっぱりそれぐらい怖いんですよでも大山の人たちはこの怖さよりも負けたくない気持ちの方が強いから最後まで残るんですよ面白いですそんなのだから見ててものすごい迫力あります祭りですねうんちょっとあの何だっけ大阪のだんじりとかあれにちょっと似てるんですねちょっと喧嘩っぽいところがあるんで。 もう本当に命がけの迫力すごいと思う今はまあ穏便穏やかなんですけど昔はもうこの六尺棒でこう綱を上げるんですけどその棒で相手を殴ったりとかもしたらしくて相手の棒を払うとかもや相手の棒を払ったら相手の棒がなくなっていくじゃないですか支えてるななるるほどほど相手の棒を払ったりとか捕まえてるこの棒を捕まえてる人を叩いてか 怖いんだけど <laughs> でまた味方には身長の小さいね人たちは前の方には立てないけどなぜか前にいる人たちも数名いて何かって言ったらこの棒を持ってる味方が逃げないように支えてるんですよ。えー、その腕をずっっと捕まえてるってるいうこの <laughs> ちっちゃなおじさんが「逃げるなよ!」最後までお前いとけよみたいな感じで逃がさないようにする人もいたりとか面白いですよ勝つために勝つためにいろいろやってます勝ったら何とかではなくただそれが勝つことに誇りがあるその後に綱引きをやるんだけど綱引きはまあどっちが勝ってもいいから綱引きがメインじゃなくて。 いや見たいめちゃくちゃ見たいですね去年どっちが勝ったかみたいな話になったときは、うん、あの去年は面だかりが勝ったよなとか去年は死んだかりが勝ったよなっていうのは綱引きじゃなくてアギエの話なんですよ去年どこ勝ったっけとかここ最近何年連続で面だかりだよなみたいな話をしたときは綱引きの勝敗じゃなくて全部アギエの勝敗の話をん, <laughs> なんか大山は珍しいんじゃないですかね樋口、えー、でも増し木も一応アギエをやってはいるんですよ、うん、あそうなんだ大体、うん、ね普通はその 区民を東と西ぐらいに分けてやるから、えー、住んでる場所なんだ。そうそれでこうあの要するに狭い世界だったかうん、うん、昔は、それで割とねライバル心でやってたみたいな感じなんですよ。面白いですよ、うん、す熱があってね。もう、うん、昔は戦前とかはま戦後もそうか。うん、もう津波の三ヶ月ぐらい前からは。 この面だかりの人は死んだかりの人と話しない。とうそうそう。あるわ。だから。だから大山の人同士で結婚してても。奥さんが、例えば。死んだかりに住んでるけど。面だかりに突入だとするじゃないですか。一ヶ月ぐらい前から、実家に帰るみたいな。怖い、怖いよ、怖い。っていうようなぐらいの無頼識。ええ。今はないですよ。今はないんですけど。いや、すごい。でもやっぱり。 ちちょっと大山の人たはは意識はしますね例えば自分が生まれ育ったところがめんだかりだとして、うん、で新しくお家作ろうとか引っ越ししようって考えた時にはめんだかりの方を探します、うん、の地域を。僕も生まれ、まあ、実家が死んだかりなので、うん、7班から12班までの間の8班に住んでたんで、うん、自分も家購入する時とかアパート探す時とかはもう7班から12班のエリア探すんですよ。えー <laughs> で他のところのエリアに住んでしまうと今まで黄色い服着てたのに黄色いハッピー着てたのに青いハッピーを着ないといけなくなるっていう「青いハッピー着,着られんなや」っていう着,着られるかみたいな感じのもうみんな誇りがあるんですよ。<laughs> <は>へー面白いすごい面白いっすよだから面盛りはカラーが青なんで死んだかりはカラーが黄色なんですよだか,ら新だかりの人が青いハッピ 青いタオル持って綱渡クリアしたら、うん、お前どなんで青いタオル持って言われる。<laughs> <laughs> シビアだね。<laughs> うん、お前死んだかりなのにサザンスター飲むなとか。カンガ青いじゃないですか。<laughs> だから僕は自治会長時代の時にビールは二つ買ってたんですよ。うん、クリア朝ア日とサザンスターで、えー、クリア朝ア日は黄色じゃないですか。カンガ。うん、でサザンスターは青なので。 本当に死んだかの人ってクリア栗旭しか手出さんかなと思いながら実験的に自分は自治会長の時に購入してやってたんですよ。うん、やっぱりでも自然とンサザンスター取ってる。えなんか <laughs> なんかなんでサザンスターなんかこだわってる人がいてそういうことかいやじゃないと思うじゃないかでこの時は、まあ、ちょっと異様な雰囲気でもあるんで<ー>この土曜前日の土曜日の綱作りで日曜日の本番ってなったら みんな結構色は意識するかなっごいね面白いなと思って実験的に2つのビールを準備してたらそんな感じになってたんでんかすごい今んか外から来てる外っていうかね内地から来てるからそういうこの密着な話がすごい新鮮それを聞いてから見に行くと全全然然違違ううでも昔よりはだいぶもうそのるいではないんですけど昔の人は結構これをこだわり持って。 あれししたらこの自分たちの区域と別のとこだったらその色とかも気にしないんですかやっぱでこの期間これが近づいてくるとどんどんこの綱引きムードが高まってきて地元民の綱引きムードが高まってくるとやっぱそういうのを意識してくるかなとかにはなりますね。どちででるん,んすか あ、僕も <laughs> <laughs> でもでゲストの人はどこで出てもいいですよ <laughs> ゲストで要は参加してみたいという人は別に,どっちかに出てもそういえばあうちの子供がか,かななんか取材に行った時に、うん、あれ昨日だったかな大山だったかちょっと忘れたけど、まあ、なんかもらいましたよ何かくれるじゃないですかお守りも作るんですよ、えー、で参加した人がもらえるやつがありますよね 結構綱引き自体もさっき言ったように厄除けだったりとかなんとかって沖縄の文化って結構そんなのが多いので大山の綱の場合はこの五穀豊穣豊年満作要は農業ム減ってるのでそういったものが豊年満作豊作の祈願もあってだったりとか子孫繁栄とかっていうのももともと米の稲わらで作るのでそうそうそう米がねこう。 あるってことはこう子孫繁栄種があのはい広がっていくようにっていうような思いがあったりとかめっちゃピアスがなってますよどういうことどういうことマイクに当たってあごめ <laughs> <laughs> んマシ何か子孫繁栄でニヤニヤしだすから <laughs> <laughs> なんで、ね、<う>小学生か <laughs> ニヤニヤしだす中心中心ニヤニヤしだす <laughs> 二人とも子供は四人でしたっけ？四人四人,4人あ。じゃあもう大山の綱引きのお守りはもらわなくてもいいですね。うん。そうだねそうだね <laughs> もういいかな。<laughs> 確かにねもう十分ねご利益はあり,ありますからね。でも欲しいけどね。えそうなんだ。であかなちゃんもね、うん、そう私欲しい。うん できるなら女の子一人欲しいし。あそこ男より、うん。女の子育ててみたいなと思う。女の子可愛いっすよ。いや可愛い。女の子いいっすね。難しいみたいだけど。ね。えでも待ってくだあのあれじゃないですかこの長女がこの別のねイケメンにねもうあの人と結婚するって言われたらどんな気持ちになってどんなだろうな。俺特にないと思う。 なんか今好きな人がいるとかも言うけど、で彼氏欲しいみたいなことも言うけど、別に何とも思わないかな。うん。うん。事情は心配かな。なんで？分かんない。まだちっちゃいから。おとなしいおとなしい子だから、うんうんうん。本当にあのなんなんて言うんだろう。騙されてないかなとか思っちゃうかもしれない。事情の場合。ええ。しかもめちゃくちゃ可愛いのよね。可愛い二人ともね。本当。 だます人いたら当にマジでやばいと思うほんとにめちゃくちゃかわいいのもう人形さんみたいいいいいいでですすねね女の子お花畑にいるよ多分もうバッグ全部お花だイメージがねでもしっかりしてるイメージ次女さん次女うんそうかな意外とちゃんと私一回ね私ね三男にね結構学校ついてってる時にプール学習があってうん で、又吉さんの次女さんがね、その見学してたの。で、私と二人しかいないから。そこでそう、見学してて、で、二人で喋ってて。最初ね、なんかこう、ちょっとなんか、人見知りみたいな感じだったけど。途中から、よっちょパパね、ユーチューブしてるのとか。しんさんもね、ユーチューブ出てるのって、教えてくれて。あ、そうなんだって。で、又吉良っていうんだって言うから、その家帰ってから、見えた。あ、そう。ん、そう、そう、そう、すごいね、すごい。本当。 ししっりりとちゃん宣伝てと今日授業参観見に行ったらんか街歩き探検みたいなものの要は街歩き探検をしてそれを学校に帰ってきてからおそらく書いたんだぞ何を見つけたみたいなで見つけたよっていうのだったんだけどん他の子たちの見たらハンバーグ屋さんとか美容室とかを書いて絵に書いてたんだけど次女は俺の事務所書いてた。 パパの事務所って書いて、俺のあの写真を書いて、またよしりょうって書いて、りょうって書いて、ここでも俺の候補してくる。そうだね。最高。ありがたいっすね。最高。先生にも言ったらしくて、この歩いてる時に、あそこパパの事務所だよ、つってかえ、てかシエリの、シエリのお父さんなのあの人みたいな。ちゃんと候補してくれてるから。嬉しいっすね。 いい長,女も長女も俺の選挙の時は勝手に俺の名刺がなくなっててな、うんでかなと思ったらあのクラスの子とか近所の子に配っててな <laughs>、えー、くなってるんですよ俺の名刺が数枚なくなっててからあれか少なくなってるなと思ったら友達あげた,みたいでも自慢のパパなんですねそそううよね。 そういう関係性がさすごいちゃんとできてるからさそういうことできるよね私なかったもん父親に対してそういうのん仕事全然そんなねなかったなかった私も黙っててって言われる授業参観あれは黙っ子どもにあれは子供の授業参観なのに自分が前前行こうとするから黙っててだよ出てくるなって うん、<laughs> 出,て出ていってるからですけど何もしてなければ何も言われないから <laughs> かか <laughs> はいじゃあ一回 CM いきましょう、はい、お願いします。 困ったな相続って何から手をつけたらいいかわからないその悩み相続のプロが解決いたします例えば相続前に税理士に依頼することで実際に1000万円以上節税できたケースもまずは一度相談してみようかな相談するなら「三共同相続相談センター」にお任せください電話番号「0 1 2 0ロ0 2 3ゼ1 0 0今なら初回相談無料人生をもっと,もっと豊かに時間をもっと素敵に 長浜モー太田は。冒険という名の豊かさを。空間を。車に乗せて。お届けします。せーの。三三三ワンハウス防音建築おうちのことなら、お任せあれ。私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは。零九八九八八五三二五まで。

毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために私たちは天馬から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所「サンフティン」おかげさまで20周年これからも地域と共に歩みます 困ったな、相続って何から手をつけたらいいかわからないそのの悩み、相続のプロが解決いたします例えば相続前に税理士に依頼することで実際に1000万円以上設営できたケースもまずは一度相談してみようかな相談するなら3共同相続相談センターにお任せください電話番号、0120-023-100今なら初回相談無料お世話になっております市民の後輩です 後半はゲストがいなくなりました急に急にいなくなりましたまあまあまあ急遽呼んだというかさっきあったので予定が合うということで30分だけっていうところだったんですけどやっとで真面目な話に戻れるかなっていうところですね最近6月議会だったそうですね昨日閉会しましたね昨日閉会会してて月議っ あれなんですよ年度始まってから最初の議会なので補正予算とかのそうそうそうなので補正は9月とかになってくるとあの出てくるんですけど6月に補正が出るってそもそもあれなんですよそしたら年度の当初予算の積算が甘かったんじゃないのっていう話なので基本6月は少ないんですよだから議案がまあちょっと条例改正だったりとかっていう部分が多かったりするかなっていうところなんでまあ結構6月議会はみんな一般質問に力入れるような感じなんですけど 僕は今回一般質問はもうあの総合戦略っていうものだけに1本だけ絞ってそれだけやったんですけどこの宜野湾市の総合戦略、はい、そうそうそう,う、えっと、3本あってですね、うん、あの基礎となる計画っていうのが最上位計画っていうのが総合計画ってやつなんですよこの総合計画を作る時の元になるものが総合戦略っていうのがあって街 えっとそうそう町人ギノワン市町人仕事創生総合戦略あれだったよなんかいいみたいなうんこれじゃあ作る時のはいはいそうそうあそうなんですねまあそれについて結構あのバチバチでやったんですけどどんなあれしたんですかあのこれ面白いのがあの企業版ふるさと納税ってあるじゃないですかあの個人のふるさと納税とは別で企業がやるふるさと納税なんですけど要はそこに えっと、例えば宜野湾市にある企業がそのまんま落としたら法人税とかをやったら宜野湾市に納税されるんだけど市外宜野湾市以外のところに納税するとその分あの9割ほどの税控除を受けられるんですよ。うん、どういうこと、えっと、例えば100万円、はいえー、100万円宜野湾市に納税するんじゃなくて宜野湾市の企業が、はい、普通に納税すると税控除はないんですけど。はははいはい、はい じゃあ隣の浦添市に100万円、うんえー、ふるさと納税で納めるじゃないですかそしたらそのうちの9割が控除されるんですよ、うん、とか損金参入されたりとかするので<ー>実際に税を納めたっていうのが10万円100万円を納めてるんですけどうん、うん、溶けていくお金は10万円みたいな感じですねで9割はあのー、最終的なこのあの申告っていうか、まあ、それの中で税控除あの控除の中に増えていくので。うんうん 税対策にとてもいいっていうのが企業版ふるさと納税なんですけどそれで宜野湾市に入ってくるお金多分宜野湾市外の企業が宜野湾市にふるさと納税するとするじゃないですか企業版ふるさと納税するとするじゃないですかそうしたらそこに入ってくるお金の使い道ってのは総合戦略に記載された政策にしか使えないんですよ。なので 総合戦略にどういった政策を掲げてるかっていうのがものすごい重要なんですい。で、それを掲げてることで、うん、市外の企業がよし宜野湾市に納税しようと他の企業からしたら、うん、別にどこに納税しようが税控除額はあの税制優遇は一緒なのでどこにやっても一緒なんですよそんな中で宜野湾市を選んでもらうっていう、うん、計画っていうか、まあ、戦略が必要なんですよねそれっっって何かって言ったら 個人のふるさと納税はあの返礼品がセールスポイントなんですうちこんなのは取り扱ってますよみたいなじゃあこれをやったら返礼品でいいこれがもらえるんだみたいなのがあるのがセールスポイントになるんですけど企業版ふるさと納税のセールスポイントってもうどんんなな政策を掲げてるかだけなんですよねどこに入れても一緒なので,でもらえるものはもないので企業は。 じゃあどういった夢のある政策を掲げてるかなっていうところでやっていくんですけどなので県外とかでは年間億単位でで企業版ふるると納税が入ってるところもあるんですよどういった政策をやってるのかなと思ったらやっぱり研究機構をここに誘致して研究するとか,とか未来投資型だったりとか学生さんの留学費用を全額持ちますみたいなっていうのを総合戦略の中に。 掲げてうん、うん、でそれをやるために企業の皆さんの力を貸してくださいなんですんでその市町村に企業版ふるさと納税が多く入ってはいははそのお金でもって学生たちにうん、うん、留学させるみたいなっていうのを掲げてるのもあったりするんですけどなのでその辺をちょっとつつきながら総合戦略についてちょっと一般質問で議論させてもらったっていうような感じですね。ななるほどなんかかそそそののは総合戦略においいて何かそういう あれはあるんですか。えっと魅力的な魅力的なやつで、これ考え方なんですけど、僕はだからそこに入ってきたお金って令和三年が二十万入ったんですよ。二十万。二十今さっき他の市町村の県外の市町村、奥丹井って言ったじゃないですか。はいはいはい。は令和三年に二十万入って、令和四年に五百二十万入ったんですよ。おおで令和五年度今年度え二百万入るっていう予算を立ててるんですよ。でも一回も。 そこに入ったお金を何に使いますってのを一回もやってないんですよ。ずっと積み立ててるだけなんですよ。<ー>でこれってどうするのとうん、うん、実際にはこの総合戦略の計画と、うん、この税制優遇措置でいうのは令和6年度来年度で終了するので<ー>考え方としては令和6年度までに,に使わないといけないお金にはなるんですよ。でじゃあどういったものに使うのと、うん、総合戦略に記載されてる政策の中でどういったものに使う予定なのっていうのはまあ でふるさと納税してくれた企業の方たちがどういった人で使ってほしいっていうようなのがあるかもまあちょっと聞き取りをしていきながら使っていきますみたいなっていう話をしてたんですけどあの考え方が逆じゃなないいかっっていうのも突っ込んだんだですよ要は集まったお金で何するかを考えるんじゃなくて何するから納税してくれっていうマインドじゃないとだからお金入らないんだよと。 これがやるから必要なんだって言わないと要は営業もかけられない「<か>くださいくださーい」って言って「何に使うの?」って「いや集まってから決めます」って普通あ「あ分かった」って言ってお金渡さないじゃないですかそれよりはまあ他のね学費をじゃあ免除にするとかっていうところの市町村に納税した方がいいので企業としてもだからこれ考え方逆だよとうちは何を掲げてえこれを日から入れていくっていうセールスポイントを作らないと。 企業版ふるさと納税は多くは入ってこないですよっていう部分を話しさせてもらいましたそっか総合戦略ってあんなピンポイントで決めていくもんなんですか、えっと、例えば留学をその免除しますよとか、うん。うん、とかっていう具体的施策っていうのがあるんですよ。あれ大きな目標が基本目標みたいなのもあ,あるんですよね。ありますね。 えー、子育て、えー、妊娠出産うん、うん、育児が何とか何とかみたいな、うん、大項目が4つぐらいあってはいは、はい、基本目標と横断目標みたいなの、うん、全部で6本ぐらいあるんですよ、うん、柱があって、はい、その中に具体的施策ってのがあって、うん、そこに掲げる KPI もあるんですよ、うん、数値目標みたいなのもあるんですけどこの数値目標が書かれてるものにしか使えないみたいな最初は。 僕は2年前に一般質問をやった時にそう言われたんですけど今回の一般質問では基本目標に掲げられてるこれに位置づけられるものだったら使えるっていうような答弁もらってだったら別に具体的施策に書かれてるものをピンポイントでしか使えないものじゃないじゃんっていう話をしてだったら自分がずっと話してる特定不妊治療もこれでいけるよねと僕は不妊治療独自の,あの補助メニューを作るべきだっていうことをずっと言ってるんですけど特定不妊治療に関して。 だったらこれをやりますっていうところを掲げてそしたら僕も県外の企業とかに特定不妊治療の補助メニュー作るから議論、うんはい、マシにふるさと納税してくれんかっていう営業マンになれるんですよ僕もこれ絶対必要だからっていう、まあ、市民の皆さんからも結構多くの方から相談を受けて、うん、やっぱ経済的な負担がきついっていうのもあるもんですからうん、うん、でも一般財源の中でやっていくっていうのもやっぱ財政状況見るとそこも無理して。うん、あの 作れっていいうことはできないので確かにね。ってなったらプラスアルファでどっかからお金を引っ張ってこないといけない財源を作っていかないといけないっていうふうに考えるとふるさと納税でしかないようなこの企業版のでしかないよなっていうところをまあ考えても話をさせてもらってるっていう感じですねなかなかねそれはまあ僕委員にちょっと入らせてもらったんでなんとなくわかるんですけどなかなかわからないですよね、うん。うんうん あの市民、一般の市民っていうのは、僕、ちょっとそれで気になったことがですね、うんまあ、KPI っていう、はいはい、あれって結局、達成してますよみたいなのは、あれですよね、自己申告というか、そうですね、だからこれも議会で追及しないといけないんですよ。うん、だから 一つまたこの具体的施策の中で KPI 掲げられてるもので、うん、<laughs> えっでしょっていうのが一つあってこれもまたちょっと追求したんですけど技能して認知症道迷いの人を早期発見できるようにするための見守り自動販売機ってあるの、はい、まあ新聞とかにも載ったことあるんですけどがあって見守り自動販売機の設置400機っていう KPI 掲げてるんですよ総合戦略の中で、はいはい、でじゃそこでまずこれ この自動販売機の設置が何になってるのかって言ったら横断的目標の中の「ソサイティ5.0」の推進っていう中の具体的施策で見守り自動販売機の設置 KPI400 機って出てるんですよ。出てるんですよ。まず「ソサイティ5.0」の認識どうなってるんですかと「ソサイティ5.0」って何ですかっていうのを聞いて答弁ではあのまあ狩猟社会農耕社会工業社会情報社会の次の第5次の 社会変革超スマート社会っていうのが「ソサイティー5.0」っていうでまあちょっと細かく言うとこのフィジカル空間で得た情報をえとサイバー空間に送ってでビッグデータとか AI を活用してで必要情報だけがまたフィジカル空間にこの現実空間に降りてくる難しいねでそうやってそういったデジタルの力を利用したあのスマートな社会はいはいはい っていうのがソサイティななんでですよなるほどでやってる中で自動販売機の設置ってソサエティー5.0なのっていうところから請求したんですよそもそもがっていう。でしかもこれで唯一掲げられてる政策施策がこの自動販売機400機の設置うん、うん、じゃあ100歩譲って見守り自動販売機がソサエティー5.0だとしましょうと。うんうん この KPA400 機今現状何機ですか令和6年度までですよね現状何機ですかって言ったら自動販売機1機しかてすあとは公共施設にちょっとこの受信機はいはい受信機うちにも入ってますねでトータルで30何機かなんですよ自動販売機自体は1機で公共施設に何機かとあと車両 公用車とかですね受信機をつけて道迷いの方がいたら送受信お互いでやってここを通過しましたとかっていうものを情報を得るっていうところなんですけどいや400機できてないじゃんっていうところも話してたんですよそもそも「ソサエティー5.0」の認識がずれてるから具体的施策もこれしか掲げてないしっていうような「ソサエティー5.0」の中で具体的施策がそれだけってことなんですか だからえっっていう感じだソーアイティー5.0を推進するんだったら僕だったらこうしますっていうのもタイヤみたいなのを出して僕はあの特定健診の受診率を上げるために、うん、じ時間大丈夫ですか特定健診の受診率が結構技能はし低いのでうん、うん、ただ低いだけじゃなくて健診率を上げたところで、うん、保険指導っていうのがあるんですよ。要は体体の容がちょっと えっと、特定健診受けた上で、うん、まあ数値体に異常が見られる不健康な状態の数値が見られた人たちにうん、うん、食生活こう超えたのに気をつけてくださいって保険指導をやるんですけど宜野湾市はこの保険指導率が50%ぐらいなんですよ。うん、ってことは受診率を上げたとしても<は>保険指導率が上がってないので変わんない結局は医療費を抑制にはならないんです。うんうんうん じゃあ保険指導率を上げた上で特定検診も上げた方がいいよねっていうところなので確かにじゃあ特定検診を受けた人たちにヘルスウォッチを無料で配った方がいいっていう話をしたんですよヘルスウォッチヘルスウォッチ,ォッチそういうの,かあの健康管理するあの腕時計ですねはいはいはいこれにこの人の体の情報要はまあ体脂肪だったりとか血圧だったりとかまあ水分量とかいろいろあるじゃないですかでこういったものを 通常の状態を自分で把握して自分の体を見える化するで、まあ、その情報っていうのはクラウド上に送られるさっき言ったサイバー空間もともとあるフィジカル空間っていうのは自分の,この現実世界でヘルスウォッチで情報を取得していってサイバー空間に送っていって、うん、で自分の体に異常が出た時、うん、血圧が上がりましたとかはい、はい。 ちょっと油分が多いので、なんか酸化物が多いので、うん、今はこういったものを控えてくださいとかっていう。保険指導をヘルスウォッチにさせた方がいいと思うんですよ。ああ、確かに。うん、か体に異常が出た時に、サイバー空間からフィジカル空間に情報が降りてきて。ピピピっていうような、何々を気,気をつけてくださいみたいな。うんうん、で、何々を、あの意識的に食べてくださいみたいなのを。そしたら保険指導が。の。 保険指導率が増えない理由もマンパワーが足りないからなんですよ。あはいはいはいで。でそれってもうどうしようもないというか増やさないといけないじゃないですか。そういう指導ができる人を、うん。でもここってずっとどの分野においても人間が足りないっていうのはずっと言われてるんで、うん。だからその部分をデジタルに頼りましょうよっていう話なんですよねで。で金もかかりますしね。人間、はい、そうそうそう,そうあれするんだったら、はい。だから特定研修を受けた人に無料でヘルスオートを配っちゃえば保険指導の指導率が上がらなくてもここに指導させてしまえばいいんですよねデジタルの力に。うん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  っていうのがソサイティー5.0の推進じゃないんですかっていうような話をさせてもらったりとかそういった話をしました。といいでしょう,っていうのとでまたこの企業版ふるさと納税でこれを得られたら、はい、要は市民の健康のためにヘルスウォッチ購入だとか配布するために企業版ふるさと納税をくれって言えるじゃないですか健康づくりのためにみたいな。うんうん これでも DX 化って結構力入れるようみたいな感じなんですよね、議論案ん。でも今やるのは、技能案書の中の自治体 DX は、うん、計画は、この署内の,あの業務に対する、はい、DX かなーっていうところなので役所からっていうそうそうそう、コア業務とノンコア業務を分けてみたいな。うんえー、な,なんて言えばいいんですか これれは役所の職員じゃなないいとや仕事でもこれ役所の職員じゃなくてもアウトソーシングでもいいしデジタルの力でもいいし役所の職員がやらなければならない仕事であるかどうかっていう業務の棚卸みたいなちゃんとこれを仕分けをしてコア業務にはちゃんと人間を配置しましょうとノンコア業務はじゃあ業務委託にするのか窓口デジタルにするのかっていう部分を考えていくっていう。 まあその辺の辺計画を今立てて,立てて作ろうとしているところですまね。一度この精査はしてもらったっていうのは外部の人に入ってもらって結局時間かかる問題ではありますよね、まあ、どこもそうなとは思うんだけど<う> DX 化っていうのは、うん、だって今あの Zoom であれもできないんでしょなんか仕事要するにコロナ禍の時から。 うん、仕事ができないっていうとあやっっちゃダメってことそうそうそうズームで、うん、要するに在宅でできないって聞きましたけどこれ儀乃湾ではなくて市役所役人の人結局そこで出勤してみたいなそうそうそう,そう,そう,そうまあ原則それにはなるとは思います、うん、やっぱりでもその中で本当に必要なものかどうかっていうのはやっぱ厳選していった方がいいかなっていうところですよね、うんうん なんかねこれ別に市役所の問題じゃなくて教師だったかな誰かが言ってたんですけど、うん、先生もここでじゃあ、うん、えとこれぐらい必要であるかどうかっていうのをまず精査して。うんうんうん 別に今って労働力教師の労働力ってめっちゃ増えてるじゃないですか。うんうん、それを本当に先生がやらんといけんのみたいな。そう,そう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 。そこからやらないといけないのと一緒ですよね。そうそうそう。だから先生の仕事もコア業務とノンコアで分けた方がいい。だから仮に、えー、まあ言うならば例えば宿題とかですね。宿題も自動でメール送信とかして、うんうん、子供たちがです宿題をやってその宿題のチェックっていうのを先生がやらないで AI とかにチェックさせてしまえば、まあ宿題っていうものはできるじゃないですか。うんうん それをもう紙で配布して子供たちが家で紙で書いてきて提出してその宿題をチェックする先生がっていうのが今リアルじゃないですかそうそうこれ大変ですもんねだからそういったものも実はデジタルのあれで頼れるんだったらタブレットに配信してみたいなでその中で画面上で宿題をチェックしていってやっていってみたいなそのチェックを先生の力でじゃないでこう書いてるからってまあ AI とかでもこの例えば文字だったりすると読み,る読み取りができるじゃないですかこれは何とかって書いてるなっていう認識そういったものでチェックしていって何点です間違ってる部分はこの部分ですみたいなってなったら先生方もねこの間違ってる部分だけをチェックしてまあ教えてあげるとかこの子はまだこの部分が苦手なんだなっていうのを把握できるっていうのになるんでこういった部分はどんどん頼っていった方がいいとは思うんですけどね。だから市役所みたいなななあんな単種多様な 職場は余計精査したらいろいろとスマートになっていきそうですけどね。そうなんですよ。それこそこのソサエティなんとかみたいな。そうそうそう。<うん S 2> 結構民間が入ってコア業務とノンコア業務で分けたときに、市役所の仕事って40%いかないみたいなんですよコア業務が。だから60%は。 委託市役所職員じゃなくてもいいってい委託したりもしくはこの RPA とか AI とかに任せるデジタルの力かアウトソーシングするかっていう要は市の職員が能力のある市の職員がやるべきことかっていうところからあのしっかり見ていかないといけないっていういろいろ調査をする民間の企業とかがあるんですけどまあ大体平均的に40%見たないとコア業務は、えー。じゃいいろろやっぱ 社会は変わっていきそうですねこの流れは多分止められないからねどっちにせよそうエストニアとかが結構そうすごいですよね <えー S 2> エストニアとかがこのデジタル自治体みたいなのがあってもう職員が全然いないんですよえだから自治会もそれで変わりそうじゃないですかそうですよねね<え>。本当自治会もなんかこういう部分を活用していけばうん なんかね自治会もなんか自治会に入るメリットって何とかってよく言われるんですけどまあそれこそ自治会に入ったらオンラインでこういったオンラインサロンとかで誰々の講座が受けられますとかっていうのを自治会の強みにしていけば,いけばあとオンラインで見守りしますとかねそう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 ,そ,う,うそしたら結構また世の中変わってきそうだがうんうんどうでしょういいと思います <laughs> いいと思いますさあそろそろお時間となってきました そうですねあと何分ぐらいですかあとに1分ぐらいですあ1分ぐらいはいすいませんもう全然あれもできないんですけどあの生放送ができないんですけど本当とですねほんとそういえば俺前回休んでますよねそうですよすいません俺もだからあ送ればよかったと思ってすいませんすっかり忘れてましたなるべくこちらもで7月1日か1日が土曜日だった場合忘れてしまいそうなるんですよああ今回あやば 危と思って月日日が土曜じゃないですかだから収録なんか7月に入って初めて土曜日いつだったかなとかって思うんですよ月入ってから確かにね前の月の段階でんか次の放送日いつだったかなと思だからやっぱ隔週な分ちょっとあのこうなんていうのルーティンになりにくいそうっすね部分があるのでこちらもそうなんですよだからもうちょいこっちもケアしますのでいやすいません本当はこっちがやらないといけないところなんですけど じゃ次回は7月の15日この放送は7月1日で15日にお会いできるかどうかは私時代っていうところですねまあお忙しいからね収録でもいいんですけどもなるべく声を三谷さんに届けるようにそうですねはいということで今後もよろしくお願いしますさようならさようなら